木村拓也 vs ナンバーアンダーライン愛広告代理店の選択に秘められた底知れぬドラマ広告業界の闇木村拓也 CM 交番に隠された衝撃の真実とは広告の世界では無罪であってもいつ他の人に変わるかわかりませんね例えば平野翔くんも以前は事務所に所属している間 たくさんの CM に出演していましたが、すべてが交代してしまいました。このことを考えると、問題は表面上のものだけではないようですね。旧ジャニーズ事務所の問題や、トベの台頭など、様々な要因がタレントの活動に影響を与えています。それでもなお、マクドナルドが、ナンバーアンダーラインアイを起用することに対して批判が集まるのは、なぜでしょうか 旧ジャニーズ事務所には多くの問題がありましたが、旧ジャニーズのファンは自分たちの推しに対して特別な扱いを受けないと納得しません。木村拓也の奥さんが自然派の食事を提唱している一方で、彼がマクドナルドの CM に出演することに違和感を感じる人も多いでしょう。同様の意見を持つ人は多かったのではないでしょうか特に、 キシさんが楽しそうにマクドナルドを食べる姿を見ると、若い人たちが楽しく食事をする姿を想像しますね。彼が昨年11月末に事務所を退所したことから、契約に問題はないと判断されたのかもしれません。しかし、その事務所を辞めないという姿勢は、北側に対して忠誠心を持っていると解釈されることがあります。 東山のりゆきが BBC のインタビューで隠蔽発言をしたことが裏目に出てしまい、マクドナルドは旧ジャニーズ事務所と連携しているという評判はマイナスの面が強くなります。当然ながら個人的な契約を結んでいるタレントには支払われる報酬があります。事務所を通さない個人契約のタレントは旧ジャニーズに所属していても CM の継続、再起用を受けています。 子供たちが誰々が CM に出ていないから商品を買わないというような意味不明な行動をとる人々に対する批判はネットメディアの異常な状態であり損害賠償を求めるべきであると考えられますタレントには罪がないというのは事務所に責任があるという意味ですしかしタレントに影響が出る可能性があり事務所を辞めたタレントならば起用に支障がないというのは 企業の主張と矛盾しませんか ?CM を下ろすかどうかよりも、過去の栄光にしがみついた中年の男性がハンバーガーを食べているイメージよりも、若くて話題性のある人物が食べているイメージの方が魅力的であることは明白です。ファンがどう思うと、企業の方針が変わらなければ大丈夫だと思います。ファンの不買運動よりも、一般の人々が支持していれば影響はないでしょう。 ファンの行動がすべてを決定するわけではありませんが、某宝塚の問題に関しても同じように考えられます。ただし、この問題については、キムタクのファンや関係のない旧ジャニーズのファンが批判していることもあります。彼らは自分の推しの活動が制限されることを受け入れられず、キムタクの CM 終了を、下ろされたと解釈し、不買運動を起こしています。しかし、 これは自己中心的な考え方であり、まともなファンには同情されません。タレントが人気を失ったりイメージがそんな割れると、企業は不安を感じるでしょう。従って、このような記事が出るのは、キムタクが注目されている時期に起こることがよくあります。マクドナルドも新しいエージェント会社よりも、キムタクの影響力の方が大きいと考えるかもしれません。しかし、 キムタクにまだ人気があるのでしょうかドラマの視聴率は、おばさま方がどんなに頑張っても12%程度です。したがって、彼のスポンサーも重視する必要はないでしょう。タレントのパワーは、もはや過去のものです。ジャニオタがうるさい、という記事がありますが、実際には一部のファンだけではなく、何百人ものファンが同様の意見を持っています。 彼らは社会や企業のスタンスを理解せず、ナンバーアンダーライン愛に対する憶測に基づいたアンチコメントを投稿しています。私自身もキンプリのファンですが、このような声が旧事務所のファンの一部であることは理解しています。それでも、彼らの声は大きいです。本来ならば、自分の推しを応援するだけで十分なはずですが、彼らは過度に執着しています。 タレント同士は仲が良いのに、ファン同士が敵対視し,し続けることは悲しいことです。不買運動を行っているのがキムタクのファンならばまだしも、関係のない旧ジャニーズのファンが8つ当たりすることは自己中心的だと思います。マクドナルドがナンバーアンダーライン愛を CM に起用したことに対する批判は、木村拓也のファンやキンプリのファンからも出ています。彼らは、 ナンバーアンダーライン愛をライバルとみなしており、その活躍に不満を持っています。木村さん自身もこの状況に迷惑を感じているでしょう。コマーシャルにおいては、タレントの契約期間や時節に合った起用が重要です。木村の契約が終了し、結果的にナンバーアンダーライン愛になったのは普通のことです。むしろ、 NHK が旧ジャニーズのタレントを起用していないように、マクドナルドもスタートのタレント起用に消極的なのかもしれません。これは木村本人の問題ではなく、会社の問題です。最後に、キムタクを起用し続けることによって、彼のファンがどのように反応するかは気になるところです。彼らの意見が広告主や企業の方針に影響を与えるかどうかは、 今後の展開次第です。ただし、この問題にはもう一つの側面もあります。タレントが CM を降りることは、単なる契約期間の問題や時節にあったタレントの起用とは異なる場合もあります。彼らがファンの意見や圧力によって CM を降りるように迫られることもあるのです。これは、タレント活動の自由競争を否定するものではありませんか CM や広告の契約は通常期間を決めて都度更新されます。そのため木村の契約が切れた時点で更新せず、結果的にナンバーアンダーラインアイになったのは当然のことです。企業がタレントを起用するかどうかは様々な要因に左右されますが、それはタレント個人の問題ではなく会社の戦略によるものです。 ナンバーアンダーライン愛をライバルとみなすファンが、木村の CM 交番を望んでいるのも事実です。彼らは若手グループの活躍に不満を抱いており、それが彼らの行動の背景にある可能性があります。一方で、コマーシャルにおいてはタレントの起用が重要ですが、それがどのような背景で行われるのかは常に検討されるべきです。最後に、 キムタクを起用し続けることによって、彼のファンがどのように反応するかは、マクドナルドや広告主にとって重要なポイントです。一部のファンの意見が広告の方針に影響を与える可能性もありますが、最終的な決定は企業側が行うものです。